今回は妖怪ウォッチのランクを上げるクエストをやっていきますよ。妖怪ウォッチにはランクというものがありまして、そのランクを上げていくことで街中で見かける妖怪とか妖怪ウォッチで見れる妖怪自体がランクの高い妖怪も見ることができます。ランクの高い妖怪ってレアな妖怪とか強い妖怪とかそういう系の妖怪なんですが、私たちは今 E ランクという一番低いウォッチランクの持っております。ですので弱い妖怪とかいわゆる雑魚妖怪と言われるようなあまり価値のない妖怪価値がないって言い方も良くないけど、価値のない妖怪しか見れないんですよ。もっと強い妖怪会いたいですよね。そうなるためにこれから妖怪ウォッチのランクを上げに行きます。おっとい。そしてこの青いワンちゃんがそのクエストをする場所をナビゲートしてくれます。だけど走ったりするたり歩いたりする時間がかかりますよね。そのためには自転車に乗ると早く移動することができます。さあワンちゃん先に行って案内してくれ。さあこれから私は学校で、夜の学校だね。こちらで、あ、なんかがいるね。紫色の何かが動いてると思ったらミッチー、おっとばめ、天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ、夏目さんが私を呼ぶ、ケータでやるかと思う。愛の戦士ミッチー剣山そうかそうか、メインメンバーから、あーなるほどね、2人になっちゃうもんね。どういうことってなっちゃうもんね。分かったよ、言われた通りメンバー編成で入れ替えよう。これで大丈夫。じゃあクエスト上げるために協力してくれたまえ。なんだか何言ってるかわからないけどバトルすればいいみたいだよ。よし、じゃあさっさとスキップもしちゃっていいんじゃないね。ミッチと戦うところを見るそんな暇はないんだ。よし、オッケー。今回はいろんな妖怪の必殺技を使いまくったぞ。結構バトルも慣れてきたかな。でも手動で必殺技出すよりも毎回メンバーを入れ替えて自分が妖怪操作して必殺技出すよりも自動でやってくれた方がいいんだけどね。まあいっか。何してんだかもうそんなんで尺取ってないで、帰ろう夏目、バイバイ。終わった。本当にそのまま終わってしまった。あれは、おー、いいんじゃない。うん、帰ろう、おばばのところへ。おばば、終わったよ、これでもうオッケー。他にも追加とかないよね。よくやったの。うん、お願いします。はい、これで今まで以上にいろんな妖怪が見れるようになるはず。エルダにモデルチェンジ。今までの普通の妖怪ウォッチもいいし、この世界にはだって普通の妖怪ウォッチないんでしょ。このままでもいいような気もするけど変えた方がいいのかな。うん、じゃあせっかくだからアップグレードしちゃおっか。はい、お願いしますね。おばばが本当大事だからさ、おばばが何かあったら大変なのよね。おばばに何もないように祈るしかないな。できたぞい。お、早い、ありがとう。お、ランクが D になった。お、騎士編、騎士編って言うんだねこれ。そんな軽く言わんだよ、ありがとう。 D ランクの妖怪ウォッチエルダは必殺技も使えるようになるみたいですよ。お、なるほどね。みんな変化ブラック、なにそれ、なんか違いがあるのかな。よし、これでさらに強くなりました、ありがとうございます。そしてさらに経験値も OK。 あ、そうだ、ミッチー戻しとかないとね。よくやった。そう、剣山を包んでいた切り抜けカードが心が止まるのです。これでヤカルトに寄せて、スザクソーテーザーを手に入れられます。アニメにも出てきたね。お前のそれをゲームを通してようやく読みた。フローライメイティは人間のことから奪いなかったことが全て夢もございません。私どもあのものを侮っております。仲間を守ろうと言っていただいてあるんですから、ちなみにともはすでに我らの国です。姫を探せるんですけど、妖精たちの中でも何だろう、はい、そちらの物語もまた別であるんだろうね。よそれは不動乱に興味を与えるのは、まずは蒼剣さんの妖精と聞いています。お姉様、私も操作してくださいませ。お前はもう死んでる。待ってください。袋。お前には死んじゃうよ。今すぐして、視点同士の中だ。やっとだったか。
凍結します。総計算に俺も行く。キューブマジの振りは波を使えばよろしいな。こっち相変わらずのおきやな。それとこいつをカエル様から預かってくる。ウォッチロックを、ウォッチロックを解除したら使ってみなさい。ウォッチロック。おお、ありがとう、ありがとう。そっか、前回出てきたその朱雀蒼天山を手に入れためのお山に行く扉には鍵がかかってて、そのために私はランクを上げた。扉開けるためにウォッチランクが必要だったのね。え、そっち。ほんといろんなところにさ、食べ物つってるね。ゴキブリとかやってきそう。あ、黄色箱ある。でもちょっと段差あるな。もう一回こっち来ないといけないの面倒だからいいや。こうやって D ランクって書いてるところを開封、開封っていうか解除することができるんだ。そう、こういう使い方もあるんだよね。視点同士とかはさ、妖怪だからぴょんぴょん簡単に移動できるでしょう。私たちと違って。もう二つ目取られてそうだけどな。孫賢山、あんなんだったっけ。なるほど。名前がぴったりと言ってる場合かにゃ。どう見ても普通の名前じゃないにゃ。ねえ、垂直だわ。ん、なんかいる、何かがいる。孫賢山を何してもらえよ。自宅孫賢山手に入れたことは地面に挑むのがいい。ん、何かが見てる。可愛いというか可愛くないというか、どっちでもねえ。何でもや。自宅孫賢山の地面に挑みたくば孫賢山についてってやろう。なるほどね。あんな奴の鳥地面に挑まないのか。だからこちら来ればいい。知り合いはあんないか、ステンドスとかあんないか。何匹かいるのかな。ここら辺に落ちてるものを拾っとこうか。なんかいいレア物がありそう。全然レアじゃねえ。騙された、騙されたこの野郎。あ、キュッピー記録しとく。回復できるのかな。やった、全空、そう、全回復もできるの。あ、メンバー編成ミッチー、ミッチー買い直されてた。ミッチー、ミッチー、ミッチーはまだ必要なの。まだ。え、ミッチー。ミッチーやったい。オッケー。オッケー。あ、かわいい。かわいい。あら、かわいい。かわいい。行こう。おっと、なんだい、びっくりした、その動き。ビュンってなんないで。はい、オッケー、行こう。そうか。ならば、前へとしよう。もふもふやな。ここまで来てるよな。では、総計算中から、あなたに向かっていくわ。そこの一つと筋肉は盗まんだ。俺に今の借りるんじゃない。まず、妖怪を手に見つけるものは、地面に挑むと資格を持たない。それに、お前たちは生産するために多すぎるよ。地面に挑むから、両方は手は止めてくれた。うん、あくまでも地面を臨むか。そこに話しかかない。ただし、ここから先、お前たちに起こることは何だと教えます。そう心得よ。地面に挑む者たちよ。その覚悟はやるか。だね、みんなで行こう。ミッチーが来るか、そういうのはちょっと嫌かも。だって、ここでなんか恥かいたらさ、できないそうだ。それができないから連れていかないと。本当に突っ立ってるだけにしてね。なんかここでなんか変な TikTok の動画とか撮ってたらさ、マジで出禁になっちゃうから見て。